まりましたあとそれかあのここに情報を出してあげるかえーウジムシ虫さんアーシーさんこんばんはこんばんはアーシーです四国在住です以前おつしさんがえ他にもいいのそっくりさんおつしさんが大街道で愛媛のかわいい子を探す番組ありましたが四国はかわいい子レベルはどれほどでしょうか あ、これ、おつしさんって書いてるけど、あつしさんのことだね。俺が、ロンハーで可愛い子を47都道府県で探すってやつですね。いや、でも、可愛い子のレベルはもう圧倒的に福岡だと思いますね。福岡が、可愛い子のレベルは高いと思いますね。でも今この、見た目でどうのこうのって言えないでしょうからね。どこも可愛い子が多いんじゃないですかその人口の、 多いところはやっぱりそれに伴って可愛い子も多いんでしょうけど。でも可愛いか可愛くないかなんてね、本当人によって違いますから。僕はもう大概この年になったんで、もう全員可愛く見えますけどね。でも一番うちの娘が可愛いですけど。こうやって言っとけば問題は起きませんからね。その100%納得する言葉でしょ、これ。 実際うちの娘は可愛いですけどね2人とも。でもそれ以上にかなちゃんは可愛いですけどね。